ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。はい、今日はですね、ちょっといつもより古い録音になりますけども、音は抜群にいいです。お待ちください。はい。割と華やかに始まりましたけども、今日お届けするのは、こちらになります。超有名なレコードになります。バド・パウエルのピアニストですね。 The Amazing Bud Powell Vol.1 というやつです。 Vol.1 ですので Vol.2 があります。それで Vol.1 と言いますけども、これ10インチという25センチ LP の時代のがあるんですけども、それをカップリング合わせて Vol.1、 また他の曲も合わせてボリューム2、まあ、かき集めてですね。はい。それで、まあ、この頃はですね、まだそんなに長い曲を入れなかったもんですから、これ1949年の録音になります。ですので、あまり長くないです。ですから今日私あまりダラダラと喋っていると終わってしまいますので、それでこれメンバーがすごくて、バド・パウエルのピアノ、この強烈なテナーサックスはソニー・ロリンズ、若きソニー・ロリンズですね、若きの。このトランペッターはパッツ・ナバロという、まあ、有名なトランペッターです。はい。それであとドラムスはロイ・ヘインズ、それからトミー・ポッターのベースっていうんですね。ですからクインテットです。ツーホーン、サックスペット、これからピアノトリオで、なんと今の5人の中でソニー・ロリンズとロイ・ヘインズはまだ生きています。ロイ・ヘインズというドラマーは92ぐらいです、まだやってます。だソニー・ロリンズも88ですけど、まだやってます。はい、ということで今いかにもジャズ聴いてるなーっていうレポートですね。ということでバド・パウエルの Bouncing with Bud という私の大好きな曲です。 Bouncing with Bud。 はい、では今日はこの辺です。ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。